高松琴平電気鉄道10系電車及び90系電車は、かつて、高松琴平電気鉄道に在籍した電車である。名記上は1961年から1962年自社製だが、元京浜急行電鉄区波120系の車体を利用している。10型は、両運転台の制御電動客車。90型は、片運転台の制御客車で、10系2両。 9 0系4両の K6 両が在籍したが、1983年までに廃車になった。元々は、京浜電気鉄道で41号型で、1921年、藤永電造船所制である。両運転台の電動車で、窓配置は C5D7D7D。前面は半円形で、中央に運転台があった。 木造ながら車体の一部に鉄骨を用いトラス棒を省略したのが特徴である。また屋根はシングルルーフであるが全面中央の方向膜を避けるために雨どいがその部分だけ上に曲がっている。1941年に京浜電気鉄道が東京横浜電鉄に合併し東京急行電鉄となった際に出波5120型となりその後一部が 伝送解除されて区派5120型に解消された。戦後、京浜急行電鉄が独立した際に、デファ120系、区派120型となった。京急に最も遅くまで残った木造車だが、1958年に名義上600型に改造されて消滅した。高松琴平電鉄10系、電車11撮影、琴電屋島駅このうち6両の車体を、 1959年に、ことでんが譲り受け、窓配置、屋根はそのままで交代化を実施、うち2両を伝送して11.12、4両を91から94とした。新しい車体は、窓上下の補強体を配した、平滑なもので、飛袋窓は、全車 H5 支持となった。しかし、客用窓は91が、木枠の上段固定、下段上昇式、92は、 木枠の一段下公式、その他がアルミサッシと分かれた。また、前面は三枚窓になり、中央に貫通扉を設けた。これに伴い、運転台は中央から左隅に変更されたが、側面窓配置の変更は行わず扉幅を 890mm から 700mm に狭めるに止めたため、奥行きの狭い、大変窮屈なものとなった。なお、雨戸は、 木造時のものを流用したため、特徴あるその形態が残った。河川電圧が 600V の長尾線、シド線で使用された。1967年のシド線昇圧後は 1500V 以下の上で同線で使用。さらに1974年に11.12が長尾線に転属している。1976年の長尾線昇圧後は、再び全車が両線で使用されたが、 ほどなく30系の転入が始まり、90型は1980年に、10型も1983年までに廃車になった。ありがとうございます。